写真拡大。ロテ 4-3 楽天28日 ZOZO マリン。ロッテは28日楽天に4対3で勝利した。同点の9回に清田が値千金のサヨナラだ。連勝でカード勝ち越しを決めた。ロッテは2回に中村翔の14号ツーランで先制。4回には荻野の敵陣二塁打で3点リードとした。しかし先発の種市は5回に浅村に21号ソロを浴びると、和田には儀比を許して1点差とされる。6回には東妻が登板したが、山崎に1号ソロを浴びて同点とされた。そして迎えた9回、ロッテは楽天3番手の青山から四球や野戦で無視満塁のチャンスを作ると、代打の清田がライトへサヨナラだ。フルカウント編集部。